じゃあとりあえず、挨拶から行きましょうか。はい。はい、どうもこんばんは。底辺の音が出て、王と MC んで王です。この時間は、歌えません。平日の夜の部ということで、セガサタンパーの全然ですよ。はい。何ですか？はい。17コメさん、18コメさんもいらっしゃいませ。セガサターン版の、ピアキャロットへようこそ2の英語なんかでは無理でしょう。ピアキャロットへようこそ2の、通常プレイの攻略配信、2人目、はい、やっていこうと思ってますんで、よろしくお願いします。はい。題して、底辺が人参につられてブラックに就職する配信のその4でじゃあお送りします。はい。一応なんとかね、この間の、おとといの火曜日で、メンヒロインの、1年気変、ねえ、まあ、1年後どうなってますかね。ねえ、一番難しいの、隠しキャラの、人がいるんで、その子ですね。まあ、とりあえず一応、はいね、まあ、2人目入るってことで、また、一年後、オリンピックやっててもそういうコンサートライブね、いや、オリンピックもどうかわかりませんよ。ね、海外はこういうね、日本はともかく。もし、一年後も無理ってなったら、オリンピックも無理ってことやで。ね、そりゃそうでしょ。その可能性もね、十分高いでしょ。だって、ね、アメリカとかね、全然、収束してないですから。ね、日本だってね、コロナが仮に収束したってね、海外のね、人がね、あんな状況、海外であんなね、前してたら。日本が全メダル独占。さあ、いや、もうオリンピック自体中止ですよ。かもだから。なんでそんなこと言うの？はい、28組目さんいらっしゃいます。こんばんは。はい。ということで、まあ一応ね、メイン一人、ヒロインの一人目終わったんで、じゃあアンケートで、どうします？攻略キャラ、誰狙うか選びましょうか。5人で費やしたお金誠意は言葉より金額3兆円以上の負債を帝王さんが出すんですか？なんで僕が払うの？何？オリンピックから来るわけないでしょ。てか、来ても断りに決まってるでしょ。ホルモンは知らないけど。はい、32個目さんもいらっしゃいますよ、こんばんは。じゃあ一応ね、メインヒロイン前回攻略したんで、残りのキャラ、まだ多分10人以上いると思うんですが、まあとりあえず、メインどころのキャラね、一応狙ってね、ちょっと、あれしましょうか、ちょっと待って。何が。はい、だから、まあちょっと今、後方ちょっと、チョイスするから、登場人物ってどれだ、これだ。こっちか。だから、前はね、一人目の日の森アジサが大体、ねえ、2時間半3枠で7時間半ぐらいですけど、マウスなんで1個買いました。だマウスが原因じゃなかったっぽいですよ。だから、USB ポートのなんかね、で、なんかあれが不具合だったっていうんでしょ。まあ、おおよそですがね、でも。次はロングネックマンさんお願いします。ね、アッコさんいないし。騙したの？え？騙したってどういうこと？違いんだから、わかんないです。だから、USB ポートがね、マウスを認識しなかっただけですから。まあ、とりあえず、ね、ちょっと候補。まあ、ね、前夜無理かもですが、とりあえず候補、今、チョイスするんで、それで誰見たいかあれしましょう。多分、ね、まあ、二週目だからね、例えばね、冒頭のオープニングとかね、ああいうのはしょれるでしょうから、ね、多少は、早くなるかもですが、まあ基本ね、3枠でいいんじゃないですかね。シーンまではしょって。そんな、はしょっていいの、どうしようね。とりあえずこれでいいのかな。踊ってと言われてもね、踊れないし。オップドンだけ視聴させるのですか。だってどこの画面だってね、ゲーム入ってもあれですから。はい、じゃあ、アンケートでね、次みたい攻略キャラ、多分ね、誰ってね、知らない人もいるかもしれませんが、まあ
フィーリングで選んでくれてもいいんで、はい。じゃあお願いします。特に見たいのないです。そう。でもおかしいですね。前回の終わりで、ね、もう終わっていいってね、終わっていいってかってアンケートしたら、ね、8割の人はね、続き見たいってね、来たんですけどね、おかしいですね。それは自分でググってください。そう。アンケートに画像まで貼れないから。じゃあまぁちょっと簡単に解説しますが。誰でしょう、みなさんおじじゃない、終わってもいいよ、だって。昨日はいねえ、昨日じゃないけど、おとといは見たいって言うからね、あれしたのに。簡単に解説すると、日の森みなってね、まあね、ゲームにも登場してましたが、うん、ねえ、メインヒロインの妹でしょう、うん、ねえ。で、榎本司がね、あの途中から来た、本殿から来た子で、で、双葉涼子がね、あの、マネージャーの人でしょ、メガネかけた。で、水瀬葵がね、あの、酔っ払いの、ね、お姉さんでしょ。上西さなえって人が、あの、ね、あの、太ましい人いたでしょ。うん、で、神楽坂淳は、ね、男ですが、うん。ねえ、うん。で、あと、山名春江って人が、登場してないけど、あの、ねえ、確か人妻ですか？でもね、ちょっと相方わかんないですが、篠原美智子が何でしたっけ？なんかね、コミケの、あれかね、多分、コミケのね、なんか絵描き、多分どっかであれすれば会えるような気もしたんですが、うん。神田海子、信者、こういうね、ひずみささんいらっしゃいませ、こんばんはですね。ね、9番の木下るみが、あの、店長さんの妹さんですね。多分隠しキャラ的なとこですが、うん、ね、多分店長さんと仲良くしてればあれでしたが、電車ってどういうこと？ゲームはまだでしょう。まあそんなとこなんで、うん、どれか見たいの。まあ直感でもいいですよ。名前だけでね、印象で。うん、まあそれで2週目やっていきましょう。店長に妹いたのか。そうですよ。ロマンスは剣の輝きの主人公に似てますね。さあ、似てるかどうか知らないけど、多分メーカーは一緒でしょ。うん、一番エロいのは見てるだろうか。お絵描きで、どうやっていきますか。さあ、あの、一応言っときますが、あの、その、一番エロいって店長の妹、あの、エッチなしです。ね、ネタバレになっちゃいますが。ね、攻略難度は一番高いんですが、店長の妹、エッチなしです。本当に、マジで。うん、エロ控えてるとかじゃなくて、PC バンドもエッチな、さあ、僕もね、なんでか知らないけど。エッチないとかありえないでしょ。なんかね、でも、でもなんかね、4、なんか3か4かなんかでね、またね、主人、ヒロインで登場して、ね、そこではなんかエッチあるみたいですけど、2ではないっぽいです。うん、はい、じゃあいいかな。じゃあそうそう、安定の結果見ましょうか。はい、3、2、1、9、ドドーンってことで。ランハイドも79組さんいらっしゃいませ、こんばんはです。ってことで。こうのコメントは、うん、あー、ツコメですって、ツコメですね。はい。分身さんいらっしゃいませ、こんばんは。皆さんいいんですか？僕さっき言いましたよね。いいんですよね、いいんですよね。いいんですよね、エッチなしですよ。エッチなしですよ。それでもいいんですよね。うん、一応聞きましたよね。じゃあもう、うん、ただ攻略難度高いっていうのとね、まあ、うん、いい話かどうか知らないけど、どうする？もう一回やり直す？本番なしならどこまでやってくれるの？え？バステイ難度一番高いのでみんな苦しむのが見たいのね。そうなの？本当もう一回やる？じゃあもう一回だけやってみる？攻略難度一番高いのか、エッチな人言っても見れないじゃない。まあね。じゃあどうする？まあ、もう一回だけやってみます？うん、エッチなしってこと。まあ、それ言ったらあれですが。じゃあもう一回だけ。ん？ちょっと待って。ピュアナルセクロスへようこそってゲームやりたいんですが。何ですか？それ、あれ、ちょっと待って。あれ？ちょっと待って。あれ？ごめんなさい。なんか消せなくなっちゃった。ん？ちょっとバグっちゃった。はい、91カメさんいらっしゃいませ。じゃあ、いや、じゃあ、もうしょうがない。うん、安定できないから。いや、違います。じゃあ、いや、もうやっていこう。じゃあ、木下るみやりましょうか。うん、せっかく選ばれたから。うん、ね、申し訳ないけど、うん。エッチなしかもですが、ね、アンケートのあれで。うん、
多分きっと難しいなと見たいということなんでしょうってことでやっていきましょう。次はエロキャラがアンケで選ばれるんでしょうか。さあね。どうしようかな。続きからでいいかな。多分ね、オープニングのあれ。多分、あ、今日はカートリッジ。ね、大丈夫ですね。昨日はなんか、この間ね、長編の画面だったけど。多分、これ最初のセーブですよね。ね、多分冒頭のね、あずさとぶつかるの下りもいらんでしょう。面接も。多分ここからでいいでしょう。ね、またプレイしますが。どうなんですかね。店長攻略は多分、何すりゃいいんでしょうね。あんまり覚えてないですが、店長に会いに行く感じでいいのかな。代わりに店長とエッチできないの、うん、店長とエッチしてどうすんの。ピアキロに電話してもしょうがないしね。店長に会ってもあれでしょうから。だから多分序盤はステータスアップでいいような気もしたんですがね、うん、どうかね、ジョギングね、多分、うん、そんな気がするんで、まぁ、ちょっとそんな感じでやっていきましょう。ステータスなんか誰か言ってましたよね、なんか全部マックスとかなんかすごい無茶じゃねえ的ななんか、うん、まあ、なるべく、うん、会話は。前回土下座しなかったから今回土下座してみてください。何のことですか。だから、あずさんもう狙わないからあれですよ。てか、あの土下座って本当に正解だったの？はい、96目線いらっしゃいますよ、こんばんは。あ、つもりしながら見ますね。うん、あ、はい、どうぞどうぞ。うん、作業代わりに。これであれか。多分これ歓迎会のあれでしょうから、まあ、かぶってイベントはもうスキップしますね。多分こういうのあるからね、攻略がしくじったりしなければ、だからもうこういうのもうどうせね、攻略対象じゃないからもうこいつはダメだ。やっぱり性格的に合いそうにない。もう徹底的に突き放しましょう。彼女、ね、全然、いると言ってみえわかる。まあ、いないにしとこう。どうなんでしたっけ、相方。昨夜ほど冷静に思い出しても、とにかくおむさんを起こすガバーと性格ある。不評になるかもしれないからやめときましょう。不評も多分マイナス要因でしょうから。で、起きて、で、どうかね、ジョギングかね。勉強、ジョギング。100個目さんいらっしゃいませ、こんばんは。今日の夕飯は麻婆豆腐と豚の生姜焼きでした。で、今、二人目に、今度、木下ルミ攻略行ってます。とりあえず手を振っても、こっちから声をかけるのはバカバカしい。バカバカしい。麻婆ラーメンくれたい。麻婆ラーメンは美味しい。ここもスキップでいいかな。うまいよ。うまい。で、これで多分バイトの説明で。ね、みんなと覚悟ですね。そう。確かここでね、順に仕事の、ね、バイトの仕事内容。案内されて、で、ね、太ましいサナエさんが来ての、広告、はい、ありがとうございます。クロロさん、100ポイントどうもありがとうございます。はい、で、店長に会って、どうするにしたっけ、店長がね、多分ね、つながりあるから、とりあえず店長とひたすら接触すればよかった気はするんですがね。
ここら辺もいらんかね。店長の尻を追っかけるとかえって。店長の尻は追っかけないですが、まさか何、妹狙うのは店長さんを皆さん狙ってほしいからとか、まさかそんなホモチック的な、なんかそういう狙いがあるとかじゃないですよね、まさか。でパワプロスイッチやってきました。はい、どうもお帰りなさい、ブシエさんね、うん、陰性でよかったですよね。で、セーブ、更新の。ここら辺まではとりあえず大丈夫かね。あと何でしょう。休憩しての。倉庫で順とエッチできないんですか？倉庫かどうか知んないですけど、ねえ、もしかしたらできるかもですね。どうかな、基本的にステータスアップでいいのかな。休憩しとこうか。違ってたらごめんなさいね。多分基本的には、このゲームで抜きましたか？昔はね、はい、109個目さえいらっしゃいましたけども、まだまだこれからが本番ですって。これもまあ関係ないでしょうけど。何がスケベですか？誰でかだけ教えて。いや、メインヒロインですよ。ねえ、これから狙うね、二人目なんかね、自信なかったですからね、畜生って。なんだかんだけどね、そういうエロ系買うのって、ね、やっぱりメインヒロイン目当てで買うもんじゃないんですか？知らないけど。違うの？これか。本日から配属されるのはどんな人ですか？これ何でしたっけ？どうしようね。これはまあいいか。で、店長、多分ね、帰りの挨拶。僕はサブヒロインのが好きな場合が多いです。そうですか。いや、あ、店長さん、お疲れ様でした。メインヒロイン目当てで買うと中古だった時にまたディスク割る羽目になる。知らない、僕そういうのだ、気にしないって言ってるじゃないですか。そうですね、まだ一日だけですから、はっきりとしたことは言えないです。でも、働いてるんだなって、実感はあります。学園生活では味わえない、こう、なんていうか、うまく言えませんけど、誰かのために働いてるっていうのが、なんとなく心地よくって。だから頑張らなきゃいけないんだなって気がするんです。すいません、あんまりはっきりとしてなくて。いや、そんなことはないと思うよ。帝王さん中古とかを特に宅検査するとか消えむ。誰がそんなこと言いました。今はとにかくその気持ちを大切にするといい。今日はもう疲れただろ？早く帰って休むといい。それじゃ、明日もよろしく頼むよ。あ、はい。それでは、お先に失礼します。で、優しさ。今日は疲れて、明日に備えて早く休もう。これね、だから、あとあとバイトのメニューのこともありますからね、なるべく、ね、全振りできるような感じで。どうしようかな、レイジの。で、寝ての。何
しようかな。勉強もしなきゃでしょうね。え、なんだ。ああ、例のテレビ見たいか。テレビね、勉強しようって言ってるのに。ねえ。はーい、どうも。115号目探してますが、ま、平気平気しょうがないな。一応ちなみにこれから、木下ルミ攻略の予定です。で、バイト。もうちょっと前半はね、ほぼほぼ、スケジュール進むだけでしょうから、ちょっとね、見てて、退屈かもしれませんが、あ、店長いねえや。店長いないときはしょうがない。伝言版は？何か増えてる。伝言はあるかな？ 8 月の中旬に海へ遊びに行こうと思います。参加者は？参加者ってとこの続きが読み取りな。海か。なんとしても一度は行っておきたいよな。他に新しい伝言はないみたい。ああ、そうなんだ。じゃあ帰ろう。セーブして。テイジさんの弟のタイジさんがドラゴンクエスト寝ない枠クリアしたみたいです。クリアお祝いギフトを振りに行かなくていいんですか？ギフトはないからね。ね、おめでとうぐらい。ね、言いたかったですが。ね、なんかね、僕のコメントであれするのも、あんまりね、なんかね、その都度ね、行くのもなんかちょっと売名見たくなるから。今回はやめておきました。何時間？ 4 時間くらい？ 60 時間くらいですよ、ね。負けられませんね。いいですよ、負けで。負けでいいですから。4時間でドラクエイトはクリアできんでしょう。で、どうしようか。何着たいのかな。勉強は、ねえ、学力とランニングは体力。なんか言ってましたね。体力先に上げた方がね、後々、なんか、体調が減りにくいとか言ってたような。誰だ？なんだ？いや、こいつか。不評もマックスにするとかなかなか難しいっすね。不評はマックスにしなくていいんですよ。不評を上げすぎたらね、多分攻略にマイナス要因になり、なるでしょうから。で、これでバイトでしょ？家大丈夫です。iPhone コースターにしますが、まあ、パラメータとしてあるからね、上げないようにしなきゃでしょ。ていちゃんはコツ、悪ガキなヒロインなんでしょ。はい、わ、そうなの。はい、超魔界はるかさんいらっしゃいますが、まあ、それくらいお安いご、ご用です。なんとか頑張って。今日はレーズン見れますか？レーズン、レーズン、これサターン版だから、レーズンどうしたって無理ですよ。はい、124個目さんいらっしゃいます、こんばんは。で、いいのかしら？で、どうしよう。基本、ウェイターがいいですよね。就職して仕事するか、ロマサガ1しろよ。なんか、やった方がいいかも。野々村病院もやってよ。やねえ、野々村バンダも。はい、ゴロツキさんいらっしゃいますが、まあ、どうしよう。ウェイター全部でもいいかな。キャッシャーやっとく？掃除仕込み、何がね、どのあれが、いまいち覚えてないですよね。特部さえなければ。ね、特部に出ないから。ましてやね。仕事偉いんじゃねえよ、さっさと動け。だってわかんないでしょ。なんでバイトなのに自分で持ち場決められるの？店長に一番近づけるのは？え？
店長に近づくためにてか、今店長に近づいてますか、仕込みでいくか。来週はこの通り働いてもらいます。はい。はい、ご苦労様。打ち合わせはこれでおしまいです。お疲れ様でした。今日も最上までよ。今日も残業なんですか。倉庫番極めてやり場にしましょうよ。やり場って何言ってんですか。倉庫番は、できないの。公約見ながらやっとるんでしょ、さっき。やってないですよ。昔の記憶を頼りにね、やってますよ。ねえ、だからね、これしくじる可能性もあるかもしれませんから、ちょっと前もってね、断っておきますけど、しくじったらごめんなさい。妹にすら会えない可能性あるの？会えないことはないでしょ、多分。昔はこのゲームやり込んだの？パラメーターね、最後の告白がパラメーターやり込んだっていうか、まあやりましたよ、ね。しくじったら公約見ていいわよ。しくじったらね、まあちょっとその辺はまあとりあえず。多分会うことは難しくないじゃん。多分最後の告白が多分パラメータがね、足りないと、会うとって可能性があるかもしれませんが。まあ普通にやってれば、多分しくじらないんじゃないですかね。と思うんですが、これか、どうしよう。でもこういう選択肢でもなんかパラメータって上がるんでしたっけ。あんまりこういう嫌われる選択肢しとくとステータスアップに損なんでしたっけ。ね、いつもの道、多分こっちの好感度上がるんじゃなかったっけ。帝王さん、オブアンデスイカ、今日のおやつ。おやつは今んとこ食ってないですね。はい。ザットラクさん、いらっしゃいませ、こんばんは。夕飯は麻婆豆腐と豚の生姜焼き食いましたが。エッチな真剣に来ました。ごめんなさい。138個目さんいらっしゃいませ、こんばんは。これから攻略する女の子は、ねえ、エッチシーンないですから、おやつ、ねえ、ねエロシーンがないと思うんですよ。何言ってんですか。店長に。多分これが攻略のフラグだった気がするんですが。麻婆豆腐の生姜焼き、麻婆豆腐生姜焼きってできるの。今日も上級感あふれる生活してんな。何ですか。お疲れ様です、店長。今日はもう上がりですか。まあね、これから人とちょっと待ち合わせがあってね。待ち合わせ。今日早く上がる分明日は残業になってしまうが、まあ仕方がない。そうそう、明日はミーティングがあるんだ。そのつもりでいてくれよ。ああ、はい、どうもお疲れ様でした。店長さん、待ち合わせか。一体どんな人とだろう。これ、この辺りが絡むんですかね。ああ、すいません。じゃあ次からしますね。だだ、はあ、ツッコミじゃないですかって。はい、145号目さん、いらっしゃいませ、こんばんは。本当皆さん、そのネタ、好きですね。どうしてコメント読んでくれないの。すいません。じゃあ次から読みますって。あなたも初コメじゃないですかって。はい、146メッセージします。皆さん本当そのネタ好きですね。肩幅に胴体長すぎない。誰、どいつのこと。帝王最低だな。今ちょっと怒った。いやいや、怒っていませんが、どうなんでしょうね。ネタパクられてね、そういうの。店長、そう、上背が高いっていうのはね、気になりましたが。誰だろう。はい、今出ます。誰だっけ。だんだん鬱陶しくなってきた。最近の枠終わって世界が終わった。ああ、バレーやってたら世界取ってたね。すいません、今日は勘弁してくださいよ。ねえ。バレーやってたら、ねえ。大地の枠終わって世界が終わった。全長250センチ、帝王195センチ。また M 字数と正義ハゲおじさんが顔真っ赤にしますか。一番のまた有名な葵さんですか。誰ですか、その正義ハゲおじさんって。
はい、156個目さんいらっしゃいませ、こんばんは。言って僕だって結構ね、ゲームディスってるから。さて、お昼まで時間があるな、何しよう。そろそろ勉強もしとこうか。でもこれどうでしょうね、期日内でマックスまでいけんのかな。マックスにしなきゃいけないでしたっけ。ウェイター。和骨です。だいぶ前だけどゲームのエディスったらめっちゃファビョったおっさんおったよ。そうなの。ああまあ怒る人は怒るでしょうね。はい、158個目さん、いらっしゃいます。こんばんは。はい。ミーティングとかこの辺もいいか。同国の時かね。同国の時や。ねえ、そういう人、まあ。まあね。ここの、これも聞いたよね。あ、店長さん、お疲れ様でした。これ関係ある？誰にあげようか迷ったが、チケットもらえるか。でも結局使わなかったですよね。名前忘れた。そう。多分この辺まではまあやらかしてないでしょう。やるコツとしたら最後のパラメータ調整でしょうからね。はい、分身の分身様いらっしゃいませ。こんばんは。ピアキョロ2、2人目の攻略入ってます。どうでしょうね、これ。3はやらんのか。ね ?3? だって3持ってないし、3? これ何出したっけ、この辺も聞いたよね。今日は休憩して。1はやらんのか。やり、なんで見たい？今度は誰から引くもの。持ってないですもん。だら。昔やらなかったけど気になってたやつとかないの？特にないですね。今攻略してるのは木下ルミって店長さんの妹ですよ。帝王の放送めっちゃ久しぶりだけど声変わった？いや、声は変わってないと思いますよ。久しぶりってどれくらいですか？別に何もね、マイクも機材も何も変えてるわけじゃないし。そういうこと。声が枯れたってこと。あやとかやってる気にならないの？はい？エアとかやって、僕、そっち系のゲームやらないっすから、やったことないっすから、うつになるの、それ。泣きゲーってやつでしょ、いわゆる。声変わりということはティーンだったの。いや、どういうこと？知らないっすよ、なんで玉を抜くって。そっちはあんまりやってないっすね。171組さんいらっしゃいませ。こんばんはです。エアは歌しか知らないや。歌？こんばんは、帝王さようなら見ましたが、エッチなシーンなかったです、悲しいです。どんなんだって？あったでしょ、神社さん。ね、エッチなシーンちょっとあったでしょ？何言ってるの？オタク系もっとやろうぜ、帝王。オタク系ってのはリクエストくれば考えますよ。ねえ、やったでしょ？今日は新しい、多分これ、榎本つかさでしょ？マジですか？もう一回見てきます。最後の方でほら、結構エロい画像あったでしょ。ねえ。怖いのやって。怖いのやだ。で、これで榎本つかさが来て、ねえ、正解だったでしょ。夏のホラゲ枠か。嫌ですよ、だから。そういうのはやりません。もう二度とやらない。帝王とリスナーとは音楽性が違うので、エッチなシーンとは思えないかもしれませんね。音楽性の問題なのかな。音楽性の問題ってどういうこと？バイオハザードやろう。ホラゲ苦手なの？大嫌い。ご苦労様。底辺の君。あ、どうも、お疲れ様です。キラー、何？
店長さんの左手、あの指輪って結婚してるのかな。底辺の君、バラ、のび太のバイオハザードやろ。やだ。結婚することになっているんだ。あ、知りませんでした。おめでとうございます。ありがとう。結婚ですか。きっと相手の方は素敵な女性なんだろうな。たまにだが、このお店に顔を出すことがあるんだ。やだやだ、言うなよ、とと。そうやだ。そんな無理にゃ、お邪魔になってしまいますよ。それじゃ、気が変わったらな。では、お先に失礼するよ。ああ、はい。どうも、お疲れ様でした。ねえ、すごいですよね。しかもね、社員の研修旅行ですからね。ねえ、そんな不祥事が来たら。ああ、これ、つかさ。どうでしょうね。出た。ねえ。もうこいつ、ねえ、今回違うから。で、年考えたらどうにしないと。そう。次アンケートでね、木下ルミになりましたから、次そこ行きますよ。はい、ごめんなさい、いらっしゃいませ。こんばんは。店長に、だから店長狙ってるでしょ。店長狙うとね、妹が落とせますから。休憩、こんばんは。はーい、どうも、190。ごめんさまいらっしゃいませ、こんばんは。部屋に連れ込んでワンワンプレイなんてしないんですか。だが、次落とすキャラが、ねえ、木下ルミだからですよ。でもここで鍛えられるのって結局、ねえ、体力と学力だけですからね。床に置いてあるワード何？床に置いてるって、コメントをする、コメントのね、右側になんか顔のアイコンのボタンあるじゃないですか。その新しく追加されたエモーションってやつですよ。そこクリックしたら、プレミアム会の人ならね、いろんな文字、ね、打てるっていうかコメント代わりですね。できますから。ツンツン何？ん？あ、これ見てね。これあれですね。あばば、どうして？あ。ちなみにこれがその店長の妹さんではありませんからね。何か、あ、ですか。自首して。何言ってんですか。これが、木下ルミ。違いますよ。あ、どうしよう。はぐれちゃったのかな。何言ってんですか。この子のやつは、誰か他の人を呼んでくる。何言ってんですか。何言ってんですか。公約対象が、これじゃさすがにエロないやろ。違いますよ。ママ、面倒見る。股間掴んでいるんですか。何言ってんですか。ああ、わ、よ、余計泣き出しちゃったよ。おまわり呼ばない方が良い。おまわりに横取りされるぞ。何言ってんですか。顔が寝ましたね。横取りってどういうことですか。ああ、火の森、この子、親とはぐれちゃったみたいなんで。何言ってんですか。何言ってんですか。218コムさんもいらっしゃいませ、こんばんは。何言ってんですか。わかったわ。私に任せておいて。ね、あやしてもらいましょう。火の森。教えてやろう。何言ってんですか。マジか、あずさ誤解しとる。おまわりさん、この人です。帝王発見、チンポ切断する。じゃあ、ダメ、はい。225分様にしまうのも。もう、僕じゃねえ、ないから、はい。ビフロス様にしまうのも。何言ってんの。ドリが出ると賑やかになって良いですね。本当にですね、ここのリスナーさんこそ本当に危ないじゃないですか。大丈夫ですか、本当に皆さん、リアルでね、そういうことやったらアウトですよ。なおさらチンポ切断だな。切断手伝います。やっぱり帝王の顔だと泣いたのか、あずさだと泣かないし。いいよ、生き生きしてるね。泣いてんの。お姉ちゃん、お姉ちゃんは、帝王に裏切られました。通報します。どういうことですか。大切断。そんなの知
帝王にだけは言われたくねえな。何言ってんすよ、こっちがそのセリフそのまま返します。そうね、応接だよろしい。じゃあこうしましょう。ウェイトレスさんはみんなのお友達。お嬢ちゃんはなんていう名前なのかな。今見ても普通に可愛いってすごいな、絵柄も声も。はい、どうもです。242個目さん、いらっしゃいませ、こんばんは。誰かあの絵文字出せるか。やってます。ウェイトレスプレート変えろ。何言ってんですか。わかったわ。カールちゃんね。うん。ウェイトレスさんは、カールのお友達？ええー、お友達よ。帝王水月やろ、うん、水月って何？お姉ちゃんがついていってなかったっけ。だからねえ、たまたまちょっとこのイベントが発生しちゃったんですよ。探しましょう。うん、これなんでしょうね、厨房やってたから、仕込みやってたから。マーのとこへ連れてってくれ。この子が妹だと思ったのに、うん、何言ってんですか。ええ、約束よ。お姉ちゃんありがとう。いい子ね。さあ、お姉ちゃんと手をつないでマーのところへ行きましょう。うん。日の森ってホボさんがよく似合いそう。それに俺の知っているいつもの日の森と全然違って、何がやばいですか。はい、250個目さん、いらっしゃいませ、こんばんは。ひょっとしてこれが本当の日の森なのかな。その後、俺と日の森は何とか何とかで親を探してあげた。どうやら一緒に化粧室に入った後、女の子がはぐれてしまったらしい。まあでしょ、まあじゃないでしょ。あの子の母親は何度も何度も俺と日の森にお礼をしていた。と言ってもほとんど日の森の借りだったんだけど。よかった。すぐにお母さんが見つかって。まあですよ、まあじゃない。そうだな、あの子もすごく喜んでた。それにしても日の森って、何よ。あ、別に大したことじゃないよ。ただホボさんが似合うかなって思ったんだ。ホボさん、なんであなたにそんなこと言われないといけないのよ。もう付き合ってられないわ。新人に寝取られるルートないの。ないですよ。確かにエッチあったので抜いてきました。抜けました。ああ、ちょっと、行っちゃって。はは、でも、今日はちょっぴり得したって気分だな。エッチ。てか、さっきの今でよく早いですね。確かこれ、パラメーター全部マックス、ギリギリでできたはず。今度挑戦して、エッチ。いや、あくまで女の子攻略できればいいだけですから。全マックスそこまで狙わなくてもね、はい。262個目さんもいらっしゃいませ。ホフマンじゃないです。やっぱツンデレが一番可愛い。当時は誰が一番人気だったの？さあ、どうかね。誰なんでしょうね。人気投票とかあったっけ？ホボさんって誰の、何ですか？ホボさんはホボさんでしょ。ふう、今日も一日が終わりだ。さてと。店長。何処理しようとしてんの？お疲れ様。ああ、店長さん、お疲れ様でした。今日は残業ですか？双葉くんが休みだからというわけではないが、まあ、いつものことさ。頑張ってください。それじゃあ、お先に失礼します。ありがとう。気をつけてな。でもそうそう、8月入ったんですがね、どんぐらいでしたっけ？で、休憩。忘れそうな、今日はもう寝ようか。何言ってんですか。この頃は天然キャラのが強そうだ。すでに転がってると思ったんですが、どうしてウプしないんですか。まだ終わってないからですよ。終わったらね、あげますけど。朝だ。今日もいつもの時間に起きれたな。とにかく、出会うまでもうとにかく、能力アップ、ねえ、取得だけに、ねえ、ないですからね、やること。
バイト行って、ウェイター。ジョギング、うん、帝王が走ったら神奈川が震源の地震が起こる、うん、そこまでしょ。あれこんなイベントあったっけ。声がでかい、もう少し静かに、うん、このがさっき言ってたね、あの誰でしたっけ、篠原なんでしたっけ、篠原美希子か、うん、この子がね、ただこれが木下るみでしょ、うん、漫画家？木下るみじゃないですよ。漫画家、漫画家でしたっけ？すみません。気にしねえな、うん。とにかく今のままのレベルでは採用できない。給付金ね、いいですよね。こっちなんかまだ申請用紙も来てないのに。可愛い声してますね。うん、そう。もしかしておじさん？そうです。底辺なおじさんです。はい、278組さんもいらっしゃいます。こんばんはです。はい。ピアキャロツやってます。用紙は昨日来たな。何言ってるの？どこが悪いって言うんですか？腐ってるの？知らない。私はこの作品に自信を持っています。ただ不採用とだけ言われても納得がいかない。編集者いかにも枕しろって感じやね。何言ってるんですか？金来たの？だからまだ申請書類も来てないですよ。底辺のおじさんのテーマまだですか？知らないですよ。何言ってるの？いえ、まだ。腐ってるのは帝王の脳みそだけにしとけ。何言ってんの？分かった。給付金の申請書類昨日投函しましたわ。投函ってどういうこと？289分さん、届いたからあれしたってこと？ごめんな、チキンみたいですよ。10万円使ってしまった。なんてことしてくれるの？ちょっと金返して、うん、8月8日にまたここでテオスハウス、うん、分かりました。8日の金曜日ですね。多分このイベント見ればあれかね、こっからこの子もいけるんでしょうけど、よかなきに。この原稿は返しておく。では帝王は無職だから逆に10万円没収だよ。何言ってんの？ちゃんと10万不要にチェックつけて送らないとダメだぞ。どこの雑誌の打ち合わせだったのかな。それにしてもすごい迫力だったな。金曜日定期なことする気満々じゃん。何言ってんの？10万よこせよ、わら。さあ9時までもう一踏ん張りだ。どこかの件はミスで2回払い起きたて羨ましい。ねえ、でもそれ返却しない、返金しなくていいの？無職はもらえるどころか10万寄付するんでしょ。生がな。10万でリスナーへの感謝祭。しません。あれまた店長いない。無職は例外なく逆に10万円没収。今日は何か増えてるかな。8月から新メニューの試食を行います。10日にこれで出したし。何言ってんですか？返金請求しても辛かりそう。どうなんでしょうね。でも無理やりね、口座からね引き出したりっていうか、できないんです。二度と今のは返金しないと逮捕されるみたいよ。うん、ね、そういうねリスクあるでしょうね、さすがに。そうだね。はい、Z さんいらっしゃいませ。こんばんは。はい、ピアキャロ2やってます、ね。自首して。神奈川県警さん、この枠です。どういうこと？初見。フォローするから10万ください。やだ。じゃあフォローしなくていいですから、はい。307個目さえいらっしゃいませ、こんばんは。刑事事件ね。刑事なんか知んないけど。この枠です。いいよ。刑事事件にはさすがにならんじゃね。ならもう使っちまったよって公言するやろな。ねえ。どうしようかな。わからなかったって言ってごまかそう。そう。帝王はその10万で石鹸行くのか。なんでですか。取り返すのむずそう。相変わらず、くそ面白い配信ですね。どこが普通の雑談配信でしょう。ゲーム配信なのに。これってサターンでしょ？うん、今度は言うのやろうよ。言うのやりましたよ。YouTube にね、僕のチャンネルの YouTube に動画上がってますから、見といて。しかも言うのね、100% 全部やりましたからね。ダブル。ね、もうやることないんですよ、言うのは。うん、ねえ。あれ？これから休憩時間か、よかったら一緒に。ごめんなさい。まだ仕事がの。ての普通に吐きたらいけたら給料からさっ引かれる無職で収入ないなら使っちまったぞって強弁するかも。どうでしょうね。
基本ウェイターでいいのかな。これでまたバイトでしょ、打ち合わせでしょ。年金支給額から天引きでよくね。どうでしょうね。どうしよう。倉庫整理があるのか。ウェイター、ウェイター。帝王さんも二度振り込みされたら20万使うんですね。どうでしょう。どうでしょうね。わかんないけど。無職だからヤクザに内臓売られるんだろうな。そうなの、はい、ご苦労様。怖いですね。たかが10万で。今度誰落とすんや。木下るみです。どうしよう。一緒に帰りましょうか。どうしようかね。やめとこうか。関係ないですよね。店長狙いだから。どうだったって店長が全然あれですが。始まってた親族で遺産奪い合い。これ多分海でしょうね。もう少し考えさせてくれないか。それは構わないわ。ええ、よろしく。20万競馬につぎ込んで40万にすればちゃんと返金できるよ。じゃあ20万競馬につぎ込んで20万すったらどうすんの。世の中お金なのです。そう、お金だけど、おっぱい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 ルート行くのか。どのルート。だ、木下るみですって、攻略は。どうしようかな。ジョギング行っとこうか。まだですかね、妹。なんか やらかした、もしかして。確か店長さんと会話してりゃ。あれは100% 金目当てで手切れたから遺産もらわんと納得いかんのやろ。自信がないから、間違いなく、これどうしよう、何でしたっけ。出る気配なし。なんだこの、ねえ。あれ、自信、何でしたっけ、この選択肢。あずさ落としましたよ。タイムカード、あ、これまずい。あ、これもしかしてあれかな。例の漫画、タイムカードか。あ、これで、あ、これか。まずいな、これ。やめといた方がいいかね。前30億じゃみんな態度変わるわ。一発やって逃げられた。何があったんですか。こっからこの、まずい、ちょっと、こっちの女の子に、こっちの女の子のフラグいっちゃう、ちょ。どうしよう。でも遺言で和歌山県に。ごめんなさい、ちょっと、やり直す。ちょ、ごめんなさい。ちょっとやり直す。この子も可愛いじゃん。でも、やり直そう。こっちのルート行っちゃうかもしれない。ちょっとどうしよう。これどうでしょうね。二股できないの？今のガキの下るみなんでしょ。二股できるキャラもなんかいるかもですが、ちょっと自信ないからやめとこう。ちょっとロードします。ちょっと今の、やばいかもしれない。その和歌山を親族が訴えた。あんな遺言無効さて。そう。ジョギングしたんだっけ。で、これで。無理やろ、倹約人に裁判して普通勝てないから裁判員が行くし。で、間違いなく押した確率はない、そう。休憩しようで。これどうしようかね。たまには今度デザートの方行ってみましょうか。ええ、それじゃお願いするわよ。女性の方はミナちゃんにお願いしてあるから、後で二人の感想を聞かせてちょうだい。どうしよう、これあずさんの方でよかったかな。はい、わかりました。ところでどこで試食するんですか。11番テーブルにあるはずよ。もうミナちゃんがいると思うから急いでお願いね。あそこだな、ははな、な、みなちゃん。こっちですよ。早く。うわ、うま。た、こんなにあるんですか。うわ、すごい。こんなに種類があるんだ。みな、甘いものには目がなくて。法定相続分はもらえるからね。金に当ての5歳はそれじゃ足りんのでしょ。20で70のジジイと結婚したから。太るぞ。でも、これすごい量だよ、みなちゃん。こんなにたくさん食べられる？それが大丈夫なんですよ。みんな
っても幸せ。じゃあ俺も残さずに食べなくちゃ。それじゃあ一緒にいただきましょう。あっ、カロリー4000キロカロリー。そんなにある？そんなに急がなくてもなくならないよ。みなちゃんのあどけない笑顔を見ながら食べるデザートはまた一段と美味しく感じられた。もちろん会話も弾みに弾んだ。なお言えば食べるのと話すのに夢中で各デザートの採点をするのを忘れてしまったことかな。サムテシェンデザートですよ。351個目探します。ここは喫茶なのかカフェなのか気になる。一応ファミレスでしょ、うん。でもお世辞抜きに、みんなとても美味しかった。どれを出すにしても、お客さんはきっと喜んでくれるはずだ、うん。ねえ、だからこれまだねメイド喫茶とかなかった頃のねあれですからね、意外とねこれがねメイド喫茶発祥だったりするかもしれませんよね。あとで、りょうこさんに報告しておこう。メイド喫茶で色やないんか。メイド喫茶ね。だってこれメイド喫茶がなかったね、時にね、できたゲームですからね。それよりも今はもう少しみなちゃんと一緒にこうしていたい。あんなミラーズはあったんじゃない？知らんけど。あんなミラーズって何ですかね。ちょっとそっち知らないです。申し訳ない。お店の試食じゃなく、今度はちゃんとした形でみなちゃんと食事がしたい。名前がメイド喫茶っぽいね。ピアキャロって、スケベのくせに知らないとか。なんで、なんですか、アンナミラーズって知らないですよ。明日も倉庫ゼリーだ。今日はゆっくり休もう。どうかね、こんな終盤でしたっけ。まあね、多分ね、イベント自体短いっていうかあれですけど。どうでしたっけ、アンナミラーズって今あるんかな、わかんない。おはよう。そうそう、今日はミーティングだ。梅宮アンナ、まだ一件だけ残ってるって。バッドエンドマッシブラー、わらわら。何言ってんですか。ズボン脱ぎました。はい、362個目さえいらっしゃいませ、こんばんは。大丈夫ですよ、多分。もう時間だよ。一件だけ営業してんだ。うん、木下藤吉郎まだ？なんで木下藤吉郎なんですか。秀吉あれすんですか、攻略すんの。お疲れ様。今日はミーティングですよ。早く。どうでしたっけ。ハーレム会えないね。間違えた？なんかやらかした？あれ店長にアタック、どうでしたっけ？なんかやらかしたかね。はい、366個目さんいらっしゃいませ、こんばんは。あれ頑張ってあれしたけど、あれれれれれ、今日の夜何食べてたのさ。僕はご飯と麻婆豆腐と豚の生姜焼きです。あつ森、始めたばかりで何もない島です。って書いてるのに人来るのくさ。いいじゃん、来てくれ。いいじゃん、来てくれるんだったね。いい人じゃないですか。ねえ。微妙そうな組み合わせだね。そう。どうすん、あれ？ピアキャロ行った方がいいんでしたっけ？ちょっと覚えてないね。行かなくていいんだって、店長？おいさんか。ああ、そっか、似てのあれ。スケジュール見てればよかった。って言われた。何言ってんですか？ジャッキーチェーンを語れば人いっぱい来るわよ。何言ってんですか？ちょっと違うな。いや、やらかしたかな。ああ、旅行は断った方がいいでしょう。てか、ちょっとごめんなさい。やり直す。ちょっと待って。言うのはいつになったら出てくるの？はい、言うのは出てきませんよ。これ店長のあれは違うか。アイテムか。ちょっと待って。ちょっとやり直し。これどうすんでしたっけ？これが顔でないの？
ガトー、なんでガトーなの。初見だけど、帝王最低すぎてうんこ漏れるわ。なんで漏れるの。スケジュールか。店長は、店長は日曜日いるんですんでも。どうしよう。いいのかな。ひたすら、ステータスアップで。ガトーアナベル。どういうアナベルガトー。アナルガトー。何を言ってんの。そういうこと。アナホルガトー。しょうもな。エッチ。多分これ旅行は行かない方がいいんですよね。だからやっぱり今回はいいよ、うん、アナベルの方が女の名前だよね。そうなの、知らんけど。アグはアナホルカトウを覚えました。そういうしょうもないの消してね。その歌詞最後絶対消さんでしょうけど。一向に攻略キャラ出てきませんよ、テイさん。アナホルカトウ終盤だと思ったんですよ。もうそれ最後消して、それ最後消してなかったらもう教育消しますよ、その歌詞。最後をね、枠終了まで消さなかったら、ね、もう教育やめますからね、その歌詞。別に遊ぶないですけど、ちゃんと最後消してってくださいね。いい？リスナーも消されそう。リスナーさん消さないけど。教育消しますよ。私たちの記憶を消すの？消すの。アナホルカトウ。だからね、注意して。ちゃんと最後ね、あれしてくださいよ。どうしようかな。今まで何百人も消してきたのに、使う日が来るかもしれない。知らないですよ。でもこんだけだったっけ？店長には最後会うんだけどよかったかな。ちょっとなんか自信がなくなってきた。ただこれだけだったんでよくいいんだって。なんか、なんかイベントあるんですよ。どうだったかな。やらかしたかもしれないですね。どっかで店長に。俺の101アカウントのうち半分以上がバンされたんだけど。知らないですよ。何したつの。てか、なんで101アカウントもあんの。店長、これでダメかね。と思ったけど、店長の姿が見えない。仕方ない。帰るか。これしくじった？これもしかしてしくじった？ぶっちゃけ誰か知ってる人います？これもうしくじってやってる。ぷぎゃー、わかる？店長すら現れないじゃん。ねえ、これやらかしちゃった。もしかして。なんかちょっと気になるな。101匹ワンちゃんかよ、わらわら。ほんま何回言ってもここのリスナーは問題穴掘るかと。やらかしたって思うじゃん。しくじった。バッドエンドやな、わらわら。やらかしてない？女は無理やりやらないと。何を言ってんの。3連休って言っても旅行行かないしね。おはよう。明日から3連魔法使いには理解不能だったか。そう。じゃあまた打ち合わせでしょう。多分もうウェイターでいいと思うんですよね。容姿はね、ウェイターでしか上がらないでしょうから。はい、お疲れ様。分かったわ。店長と打ち合わせで帰っちゃうって思ったらなんだ。お疲れ様、一緒に帰ろうよ。別にいいけど。あれ、つかちゃん、なんでこんな時間に。今日備品の補給をしてたの。帰ろうかと思ったら、みんなワキワキいますね。ペロペロ。
ははさすがにつかさすがつかちゃんいいよ一緒に帰ろう。シュッシュ頂点をツンツンしたい。いよいよ明日だね。僕もう楽しみで仕方ないんだ。もちろん参加でしょ。サボり明けなのに文句言いか。それが参加しないんだ。いろいろとあってね。何はい。サボり明けなのに文句言うの。そんな文句言ってます。415個目さん。いらっしゃいませ。こんばんは。鎖骨ペロペロ。そうなの？鎖骨。つまんないな。でもさ、なんで参加しないの？なんで、なんでって言われても答えようがないんだけど。僕てっきり参加だと思ってたのに。まあでもいいや。たっぷり楽しんできてあげるよ。今鎖骨って読もうとしたやろ。楽しみに待っててね。誰が鎖骨でしょ。ああ、期待してるからね。帝王、バンが怖くて色ゲーができるかと言ってたあの頃を思い出して。誰がそんなこと言いました。思い出して。知らないですよ。ああ、これやらかしてるかな、本当に。なんで行かないんですか？旅行に行って、だって、旅行に妹は来ないんですよ。どうすんでしたっけ？なんで抜かないんですか？何を抜くの？旅行でしょ？うわぁ、みんな海へ出発したのかな？とりあえず最後までやってみよう。まあ、他謙遜して知らんふりする。本当に知らんの覚えてないですよ。覚えてないんですよ。覚えてないんですよ。これどうしよう？ピアキャロ行くのかな？ステータスどうこうじゃ、なんか店長にねえアプローチした方がいいと思うんですが、お店行ってもやってない時間を無駄にするだけ。昨日一日抜き放題。そう、何言ってんですか。ないジョギング。ステータスとにかく上げるんでしたっけ。ちょっとわかんないですね。覚えてないね。早く1号店にお使いに行って。お使い？お使いってどうすんの？リスナーおかずに来てるとかいう新しい呼び捨てだな。多分それがイベントなんでしょうけど。どうやって行くの？ 1 号店ってどうやって行くの？ 1 号店移動？ねえ、でもピアキャロットって1号店。精肉定金グーデイの放題。どうすんだっけ？一日20発出すとか帝王さんもしかして10代なの？絶倫。何言ってんですか？お使いって卵買いに行くの？何言ってんですか？1号店にお使い、なんかそんなイベントある。多分それでね、あったんですよね、多分。木下ルミと。そんなお使いあったっけ？やらかした、やっぱり。はい？知らないですよ。そんなやれ体力皆さんあるんですか？皆さん一日そんなね、10回も15回もできんの？ねえ。でもこれしかあげる、やることないですね。帝王の方から納豆の匂いがするんだけど。知りません。公約見てみたんだが。本当ですか。もう手遅れ、もしかして。多分こんなに遅くはないですよね、もう。納豆ディスりやがった。どうもこんちは、教えていいの？とりあえず何？もう手遅れか動画だけ教えて。441個目さんいらっしゃいませ、こんばんは。そこだけ知りたいです。まだ、ここから間に合うなら。16って何の日？16なの？じゃあまだなの？16って何の日って。16日は16日でしょう、多分。何がある日？わかんない。ロリネタあったからたのロリネタ見つけると言ってたけど何にしたん？帝王が手遅れなんてわけない。体重100キロ落としてイケメンになれば大丈夫。手遅れ、わらわら。朝チューン。間違った情報だと粛清されるのでみんな怯えてそう。粛清しませんけど。これ君に難易度高いの？ヒント、犯人の私だよ。隠しキャラ的な多分立ち位置でしょうからね。誰だろう？みんな帰ってきたのかな？え？
アズサルートでもシンジがなんか言ってたやん。ちょっと、今攻略してんな。今攻略してんな。木下ルミだからアズサじゃないですよ。あ、ミナちゃん、お帰りなさい。どうだった、海は。とっても楽しかったです。お土産買ってきましたよ。あ、それとですね、これから縁日へ遊びに行くんです。よかったらどうですか？ 11 だってこれ重要やないの？え、なに？ 11 に店長のお誘い？ありませんよ。コミケの日だよな。じゃあもうやらかしたってことでしょう、うん、なに？11日？頭にエナジーボンボンついてますね。11日ってことはこの10日のデータでもうしょうがないですね。じゃあ戻るしかないでしょう。11日に店長のお誘い？あったっけ、そんな。帝王コメ無視しすぎやな。えへへ、反応できないですよ。お誘いがないってことは手遅れなの？体重落とせばよかったとか。11日にお誘い？どういうこと？ピアキャラ行くとか？コメ無視とか調子に乗り上がって。別にわざと無視してるわけじゃないですから。確かに11日に店長からなんかあるみたいだな。はい、言わされしてます。反応しほんとしないじゃないですけど。おい、みなちゃん。はあ、ははは、おはよう。今日はみなちゃんのお店の早番だったの？うん、違うんです。犯罪者さんだ。特務いじるな。駅前のゲームセンターのキャッチャーでペンギンさんが取れるって聞いたんです。みんな欲しくなっちゃって、それで早起きして来てみたらまだやっていなくて、それまでお店にいようかなって思ったんです。そしたらお店も10時開店でやっていなくって。キャッチャーのぬいぐるみか。ねえ、一緒に行ってもいいかな。手を打ってロリの特物に出資しまくりだとふざけんな。俺みんなのイベントでしょ。じゃあ決まりだね。そうと決まればゲース行こう。やっぱり多分こういう特定の意味でね、何かあれするとね、そういうイベントがあるってことでしょうからね。ちょっともうこれ関係ないからスキップしますね。うん、どうせまたみんな攻略することあればあれでしょうから。終わってで11日ですか。うん、ウェイトドーてか、手を打っていつ無所出てきたの。何ですか、無所って。なんもなくない？お勤め。何のお勤めですか。これでか、店長に会えなかったんでしたっけ。今日は何か言うてか、デザートカフェを実施。ドリンク日デザートが全て2割引きになります。各位注意すること。みんなでコミュニケーション行こう。クイーンコンテストが開催されるよ。コンテストか。それにしても誰が書いたんだろう。連休前の火曜日は出勤します、双葉。りょうこさんも大変だな。マネージャーだから仕方ないのかな。他にこれって言ったら私電話ないみたいだ。ねえ、多分これで店長に多分ほら、ねえ、店長がおってね。つまりもっと前でしょ？もっと前にやらかしたってこと？ここで会えないってことは、それ以前のなんかでしょうね。どうしよう。どっからやらかしたんかな。ここまで来たら攻略見てもいいんじゃないか。やだ。どっかの日に店行ったらお使いを頼まれた気がする。多分そうでしょうね。多分どっかでもうちょっとしらみつぶしにやっていくしかないでしょう。どうしよう。もうちょっと最初からやり直しますか。やらかしたっていうか。ねえ、ちょっともうそうしないと、もうダメでしょ、もう。店長、何日か知らないけど、もうしらみつぶしにやっていきましょう。だから、多分ね、どっかの日に店に行くことが条件でしょうけど。
ぼかしたの？ぼかって言っても20年以上前だから覚えてないですよ。この時間だと開店直後ってことでお店で働いてる人もあたふたしてるんじゃないかな。邪魔にならない程度に顔を出してみよう。多分こういうことやってね、店長と。いや、いらっしゃい。作業入るから濡れ場になったら教えてね。店長さん、おはようございます。何言ってんですか。だこ、次のキャラ濡れ場ないって言ってるじゃないですか。どうしたんだい？早出出勤ってわけでもないんだろ？なんとなくお店のことが気になっちゃって、自分が来てもどうなるってわけじゃないけど、何かお役に立てることでもあればと思いまして。ありがとう。今日はマネージャーが休みだが、この時間はうまく回っているよ。言葉知ってるのかよ。ピークは12時前後だからね。それまでは少ない人数でも大丈夫だよ。気持ちだけ受け取っておくよ。すいませんでした。お忙しいところお邪魔して。何？気にすることはない。せっかく来たんだ。ゆっくりしていくといい。お相手はできないが、何かドリンクでもご馳走するよ。いえ、そんなつもりで来たわけじゃありませんから。いいんだよ、コーヒーくらいはぜひご馳走させてくれ。それでしたらアイスコーヒーをお願いします。はい、わかった。すぐに持ってくるよ。僕に寝る場なんか来るわけないでしょ。無料ドリンク飲みまくりねえ飲みまくりあるでしょうけど、あまり長いしちゃ迷惑だろうから、コーヒーを飲んだら寮へ帰ろう。多分こうやってね、店長とね、親密度上げないとダメなんでしょうね。まあこんな感じで、ちょっとまだ知りませんけど、ちょっとやり直しですね。店長ともエッチするの？店長とはエッチしませんよ。やっぱり店長狙ってるのか。店長を狙うのは妹をね、落とすためですから。何を言ってるの？ここのリスナーさん、ほぼトロリコンしてないから。店長を落とすんじゃないんですよ。店長と親密になれば多分ね、そのさっきの、寝取られてどういうことですか？ねえ、何言ってんですか？どうしよう。本店から配属されるのはどんな人？これ、こっちかね。本店から配属されるの。で、妹を崖から突き落としてどうするつもりや。なんで崖から突き落とすの？いや、お疲れ様。これさっきの方だ。あ、店長さんお疲れ様でした。どうだい感想は？これから先やっていけそうかい？これ多分そうですね。こんな感じで。あれしていけばいいでしょうね。ちょっとまたやり直しですね。ちょっと多分ね、こういうやり方だともうセーブロードあれしないと、活用しないとちょっときついでしょうね。ステータスが上がりすぎておかしいと思ったんですよね。とりあえずまたピアキャロ行ってみようか。それで店長に会えれば、お店は10時開店だったらとにかく顔を出してみよう。りょうこさん、こういう時は外れだから、来なくていいから。ちょっとあれですがね、時間ロスしますが、こうやって一日一日進めてった方が確実でしょう。あ、涼子さんのこと外れって言ったか？だって、今ならね、狙ってんのはね、木下留美ですからね、そういう意味でね、今はね、涼子さんだって外れでしょ。涼子さん可愛いでしょ。だ、外れてそういう意味の外れじゃないでしょう。伝言版は、8月中旬に海に行こうと思います。ね、多分攻略するときにね、パラメータも結構大事みたいですからね。ちょっとロードしますね、こうやって。
で、そうやってね、進めてかな、ずるってね、そういうやり方しなきゃ、ね、攻略何日、どんだけかかるってなるでしょう。ねえ、しょうがないでしょう。他の子だったらね、多分ここまでね、徹底しなくても大丈夫かもですが。ね、多分一番難易度高いね、この子みたいですからね。ちょっと僕も覚えてないけど。結構パラメータ上げないとダメかもですね。これ大丈夫かな、なんか下手に他のキャラと仲良くなるとあれかな、で休憩にして、でまたピアキャロ行きましょうか。アミスヤジ時間だ、ちょっと寄っていこう。お、よく来たね。いらっしゃい。あ、どうもおはようございます。帝王、つぶやきしろうの真似して。どんなでしたっけ、どうもね、このね、あのね、こんにちはですね、あの、底辺のね、王様と書いてね、帝王って言いますって、こんな感じ。あれ店長さん、トレを持っていますけど、ひょっとして、ウェーターですか？まあね、一応店長という名目ではいるが、仕事はマルチさ。とりあえず一通りはこなすよ。何がゲームですか？それはつぶやしきしろがゲームってことになりますよ。へえ、知りませんでした。てっきり店長っていうくらいだから。事務所でふんぞり返ってるだけかと思ったかい？つぶやきしろうどこ行ったんだ。さあ、あ、いえ、別にそんなつもりじゃ。まあいいさ。本来は管理職の立場なんだが、どうも体を動かしていた方が性に合っていてね。暇さえ見つければ実務に励んでるよ。もちろん本来の事務処理も忘れずにこなしているよ。双葉くんと分担だがね。というよりもほとんどかもしれない。それだけ双葉くんが優秀ということだ。頼りになる女性だよ。店長、私がどうかしましたか？店長、人の噂話もいいですけど、実務で励む、今は仕事中ですよ。励むでしょ。双葉くん、さあ仕事だ。それじゃ私は失礼するよ。店長、すいませんでした。つい店長さんと話が弾んで。いいのよ、また髪も話してる。髪じゃないから。でもあまり羽目を外さないように。いい、いつも客いねえな、ここの店。ああはい、気をつけます。まだ開店直後だからでしょ。あ、コミュニティフォローありがとうございます。それじゃあ仕事があるからまた後でね。さあ店長と少しお話をしなくちゃ。ジョーコさん顔が笑ってるけどなんか怒ってそう。今気づきましたが、はい、顎鋭くない？気のせい。俺は多分ね、進めた大丈夫でしょ。ジョーコとハーハーしたい。何言ってんのね。えアンケートで選ばればね、ハーハーできますから。おはよう、今日で、ホームベースな顔してますね、全員。ジョーコさんに似たやつもロマンスは剣の輝きに出てた。まあ多分ね、キャラデザは一緒でしょうからね。
なんとか頑張ってみます。陽光嫌な感言わせたい。そう。これ全部でウェーターでいいのかな。用紙がね、多分一番足りないでしょうから。ない。どうしようかね。お疲れ様。また無視された。何を何をどのコメント。涼子いやーはよ、そりゃそういうコメントするで、ね、僕はなんて反応すりゃいいのね。僕もいやーはん言わせたいって。俺も容姿が欲しい。ねえ、容姿欲しいですよ、僕だって。ねえ、所詮世の中見た目ですからね。これ大丈夫かな。ピアキャロ行く分ね、なんかステータスがあんまり上がってないですが。帝王。いやな、帝王先週くらいに家特定されたかもとか言ってたけど、8月か全てメーターでよかったはずよ。帝王ちゃんも、8月って、ほら、養子は結婚してないと無理じゃないって。その養子じゃないでしょ。はい、帝王とともさんいらっしゃいません。どうしようかな、またこれも。あれは勘違いだったのかな。どうでしょう、わかんないですね。あれからは何もないんですが。ここは店長会える。帝王の請求用紙。ああ、マネージャーだ。ダメだ。外れだ。これ一日の終わりのタイミングでしかあれですからね。また陽子さんバカにしたぶわ。バカにしたぶわ。ねえ、されちゃったかもしれませんね。怖。ねえ。帝王の周囲に変な人がいたらしい。ねえ、まさか。ね、もしかしたら。帝王が変やし。余計なお世話ですよ。おそらくただの私服警官かと。なんで私服警官が。僕のなんで逮捕するの。本番はもしかしてあなた変なおじさん。また消してる。そうですよ、底辺なおじさんだから、底辺なおじさんって。はい、また消してみましょう。こんばんは。伝言番は何か吹いたら。初やつね、野本司。女の子かな、男でも司っていう名前たまにいるから、これどうし、店長にある人はなんかあるかね。お疲れ様。お疲れ様です。店長、今日はもう上がりですか。まあね、これから人とちょっと待ち合わせがあってね。これがなんかあれですよね。帝王のアパートの住民で帝王以外で変な人がいたのかも。そうなの。ちょっと待って、これまたロードして。帝王ちゃんと相続税払った。何も発生してませんよ、ね、うちの底辺に相続税なんて発生するわけないでしょ。皆さんみたいにね、上級国民じゃないんだから。勉強やっとこうか。これか。これ何したら進めるの。これ何して、今手探り状態ですよ。まあ集合住宅だといろんな人いますから ね、 ねえっち、えっち、えっち。何言ってんの。帝王はクワマンだからな。クワマンってどういうこと。えっち。帝王さすがに引くわ。何言ってんすか。青井さん皆さんのコメントのがどうでしょう、わかんない。神奈川県警この枠でキャラ人気ってどうだったんでしょうね。僕はあんまりねえ、好きじゃないです。好きじゃないって言ったらあれですけど。どうなんでしょうね。すまぬ、コメント誘導するつもりはなかったのですが、わら。わこつ、はい。進み具合はどうですか。ちょっと今手探り状態で、ねえ、探してますが、次、ねえ、木下ルミ狙うことになったんで、はい、ベラボスさんいらっしゃいます、こんばんは。ちょっとね、一回しねえ、しくじったから。手探り状態だと。手探り。
ね、こうやって一日一日ね、セーブロードして。そうなの、いいですか？そうなの。ねえ。これは同時に何人も攻略できるの？できない、できない。手先り状態。基本的に一人と考えておいてください。はい、543個にさえ出してます、こんばんは。これか。今日勘弁してください。手先りしてどうすんの？これでどうすんと。これセーブしてもいいか。そうなの。あ、それ、そうなの。何それ。何のあれ。邪魔にね、ならない程度、りょうごさんに挨拶していこう。店長だ。おや？こんな朝早く、どうしたんだい？ねえ、妹さんは。おはようございます。ちょっと近くまで来たもので。すまないな。今ちょっと双葉くんが休養中で手が離せなくてね。本人は平気ですと言っているが、体調が思わしくないらしい。え、コロナ？今は大事をとって。ソファーで寝かせているんだ。ダメでしょ、もっと隔離しないとね。京子さんが、それじゃああまり長いでできませんね。何かお手伝いできることありますか？いや、大丈夫だよ。この時間はなんとか回せるから。ねえ。そうですか、それじゃあお仕事頑張ってください。なんでそんなこと言うの？なんでって。お前人としてどうなの？だってね、わかんないでしょ。ねえ、今のご時世何があるかわかんないんだから。どうしようね、イベント。なんか影響するのかな？とりあえず通報して。これでですかね、もしかして、りょうこさんがあれだから、ね、補充要員で来るのかな？関係あるかな？どうだったっけ？いきなり差別か？って思ったら、さすがちょっとりだな。何を言ってんの？差別なんかしてないでしょ。お疲れ様。ミーティングして、あ、店長さんお疲れ様でした。これなんだっけ、誰にあげようか迷ったっけ。シンジ君狙おうよ。え、シンジ君無理ですよ。シンジ君とはこの間ドキキあった中でしょ。で、休憩。明日休み。拳で語り合ったのですか？ねえ。なんだ？電話で誰かと。配達いたします。はい、もしもし、底辺のです。どちら様ですか？誰でしょうね。調子はどう？ちょっと今、あんまり。トトさんいらっしゃいませ。はい、554個目さんもいらっしゃいませ。今、二人目、ね、木下留美狙うって決まったんですが、ちょっと攻略方法が。俺、信じて。お前はどうでもいい、無視よ。って言ってんのに来るの？しつこいなぁ。どうしよう。ほんと、しょうもないこと。これで、どうしよう。バイト行った方がいいのかな。葵さんと火の森。来なくてよかった。体重というパラメータはないのですか？はい。多分日の森攻略だったら今ね、店に行った方が良かったんですね。行かなきゃダメだったんでしょうね。違う。危ねえ。ロードして。
多分これで何もしなきゃね、攻略のフラグが立つんでしょうけど、ていちゃん、はい、どうも、559個目さんいらっしゃいませ、こんばんは。はい、ピアキャロ2やってます。ちょっと攻略がね、ちょっと詰まっちゃってるから今かなり手間取ってますが、まあこんな感じでね、一日一日あれしなきゃ進まんでしょう、ね、なんでピアキャロさんじゃないの？なんで3なの？なんで皆さん的にはなんで3なの？あ、おはようございます。今から出勤ですか？何のが H なの？これから本店の方へね。わかんない。いやー、 H さどうでしょうね。だって3だってね、メインヒロインとの H なかったでしょ、そうだ、もしよかったら届け物を頼まれてくれないか？あれ、これじゃない？もしかして、すいません、ちょっと用事が。それくらいお安いご用ですよ、そうなの？すまないな。このゲームはあるんですか？全部セガサターンで発売しとるんですか？詳しいね。3はなんかないんじゃない？ 3 って誰か、ドリームキャストって言ってたね。もともとね、パソコンで出てた、ね、エロゲーですからね。というわけで、本店まで書類を届けることになった。ここから、なんて読むんでしょうね、これ。西東線、斎藤線、斎藤線かな。コロナの米さんいらっしゃいませ。斎藤線に乗って、二つ目の駅前、すぐ近くだ。斎藤線だね。斎藤線。はい、567の米さんいらっしゃいません。まさにコロナじゃ、番になるでしょう。はい、では、行ってきます。これであれなんだ。大事な書類だから落とさないよう気をつけなきゃ。さてと、もらった交通費で切符を買って斎藤線に乗ろう。最強線とあれかね。ピアキャロットとピアキャロット。バン怖くて放送できますか？何言ってんですか？バン怖いでしょ。あったこと。ルート入ったのか。多分これで会えるでしょ。ここが本店か。でもエロゲ、なんだか緊張するな。なかった？だからなんかね、バンになったっぽいですよ。すーさんに間違われないでね。キャー、遅刻遅刻、ちょっとそこどいて。なんだダンス配信してる人なんかいっぱいいるけど無事だよ。知らないけど、よそはよそ、うちはうち。また怒られちゃう。あれ、ちょっと声がおばんくさい、気のせい。何これ、まさかこれじゃないよね。これです。このまま帰っちゃおうかな。あね、ひょっとしてこの店の方ですか？あ、ダブル。そうですよ。全然可愛くない声。キャラクターボイスが非常に高齢な感じ。ピアキャロと長すぎて通ってから来ました。店長から書類を届けるようにって言われてて、そう。それはどうもご苦労様。私ルミ、よろしくね。汚い声だな。ははこちらこそよろしく。キャラトールは底辺の王様です。本当に中杉通りということは司ちゃんと知り合いってことね。司ちゃん、はて誰だっ け, ってけ、どっかで聞いたことがあるような。ふざけきれい。そっか、確か今日からだったからまだ会ってないんだ。まあここで立ち話もなんだから汚い花火だ。そこまで言わなくたって。え、でもさっき遅刻遅刻って言ってたんじゃ。キャー、そうだった、また怒られちゃうよ。この子なんで言ってないんだ。書類もうこの子に慣れてしまった。これハリスナーが帝王に騙されたのか。またね。なんやこのおばはんは。大丈夫かなルミさん。とにかく用事は済んだし、店長さんに報告しに帰ろう。ボイスがダメだからエロシーンないんでしょ。そうなの。ご苦労様、おかげで助かったよ。お礼と言ってはなんだが、朝食をご馳走するよ。何でも好きなものをオーダーしてくれ。
え、いいんですか？すいません、それじゃあお言葉に甘えて、クリューはいないでしょう、多分まだ。というわけで、ちょっぴり豪華な朝食をごちそうになり、体調が大幅に回復した。本店のルミさんか、またいつかどこかで会えるような気がするな。ハンニャいる？これであとはね、多分、帝王にとって豪華な朝食って多分ね、2号店の方に来るから、うん、僕にとって豪華な、寿司？今日は新しいバイトの子が来るんだったな。多分これで大丈夫でしょ。目玉焼きとソーセージだな。生ハム。なんでみんなおばちゃんボイスは三井志琴のみたいになるの？知らないです。いつもの朝食じゃないですか。何がいつも朝食ですか。これで多分しばらくすればね、来るんですよね、確か。そうすれば、2年生。どうもこんばんは、てつ。はい、てつさんいらっしゃいませ。こんばんは。はい、ピアキャラついてます。そう。でも、アンケートでね、選ばれたのね、この子ですからね。はい、らっしゃい。僕のせいじゃないですよ。何か増えてる電話があるから、山本つかさです。みんなよろしくね。早速つかさんちゃん書き込んでるな。そういえば、研修所か彼女の意見で海か山が決まるんだったっけ？できれば海へ行きたいな。13時4時はお盆は3連休です。3連休か、勉強の遅れを取り戻すにはちょうどいいかもしれないな。声優さんはことみさんという方だそうですよ。そうですか。声優がロイオカル悪魔だ。何ですか？ご苦労様。あ、どうも、お疲れ様です。キラン？店長さんの左手、指輪って健康して、結婚してんのかな？何言ってんですか？婚約指輪だよ。顔が出てないで、帝王が一番綺麗と顔してたから、あんたが言ってましたのね。違うでしょ。ああ、知りませんでした。おめでとうございます。ありがとう。覗き魔のくせに結婚するなんて。結婚ですか。きっと相手の方は素敵な女性なんだ。これさっきあれしたっけ。たまにだが、このお店に顔を出すことがあるんだ。その時にでも紹介しよう。そんな無理や。お邪魔になってしまいますよ。それじゃ、気が変わったらな。では、お先に失礼するよ。ああ、はい。どうも、お疲れ様でした。なんだ、わんわんわん、あれか。わん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 。ねえ、今んとこいいから。帰って。ひどい。証拠がないでしょ。ねえ。3にして。3にしてって言われても。部屋に詰め込んでお気をつけて、残酷な人間になれないから。ダメでしょ。帝王最低。多分ここからもうステータスアップでいいでしょ。もう多分ピアキャラ行かなくていいでしょうから、体力と学力専念していいでしょう。もうこのままあと進めば来るはずですからね。もうガンガン行きますね。伝言版は何何？研修所は山へ決定しました。後日詳しい話をいたします。いや、山がちょっと残念だな。はぁ、今年は海に行けないかもしれないよ。他に新しい電話ない。店長は？いや、でこの青い手やつが、奈良はしみきなん。そう、わかんない。あぁ、店長さん、お疲れ様でした。今日は残業ですか？双葉くんが休みだからというわけではないが、まあいつものことさ。ゲストさん1000ポイント広告、ありがとうございます。帝王は基本的にやらされてる感を押し付けてきます。どういうこと？何のこと？ありがとう。
気をつけてな。だってね、リスナーさんにアンケートでね、どのキャラね、いいってね、選ばれてね、選んでるじゃないですか。ねえ、そりゃね、僕がこの子攻略したいってね、あれしたっていうのは、うん、その言い方もね、わかりね、いやでもね、間違ってますが。うん、休憩。どうしようかな。勉強か。はい、また、ゲストさん100ポイント広告ありがとうございます。ハマった広告連投ありがとうございます。今、2人目ですよ、まだ。うん、2人目。うん、まだ。ねえ、だって、ねえ、この間予約1人目終わったばかりですから。さあ、あるかね、そんな局面。なのですか。さあ、だから、毎回ね、ヒロイン一人攻略するためにね、ね、続けるか終わるかアンケート聞いて、ね、もういいってね、なったら、ね、終わる予定ですよ。うん、だもしかしたら、この子、ね、攻略したら、ね、今日でおしまいかもしれませんよ。はい、ゲストさん300ポイントありがとうございます。ちょ、放送中。帝王のキャン玉の限界まで。新メニューの紹介。まっすぐ業に帰ろう、うん。何が限界までですか。早くやめたいの、うん、いや、別に、僕はだってね、どうせこのね、ゲーム終わってもね、次はまだ未定ですから。別に、何かやりたいゲームがあるとかじゃね、ないですからね。ねえ、見たいか、ねえ、続けたいかは、ねえ、続けたいかやめたいかはリスナーさんのね、判断に任せますよ。次に定なのか、うん、次こそ野々村。野々村は却下。番になっていいの？僕の配信を番にしようって嵐にしますよ。あんまりくどいと野々村やめてしますよ。全員集合がやりたいらしい。どういうこと？僕、それあんまり興味ないんですが。我が県のみならず、あははーん。どういうこと？ペルソナの時はすぐやめたがってたね。そう、すぐではないでしょうけど。どうしようかな。体力先のがいいのかな。多分これで来ますよね。来ないかね。もし来なかったらちょっとシャレになんないんですが。気力体力時の運。今の子。ぐわし、してなかった、うん、来なかったらくて来てた。来なかったら、僕がまたやらかしたってことでしょうからね。怖いですね。会えばいいんじゃなかったんだっけ。会う以外にもなんかした方がいいんだっけ、ちょっとね、自信ないですが。これどうしよう。エロゲーのこのカット多いよね。そう。あったからってルート確定するわけじゃないのか。どうでしょうね。多分フラグは立つかもしれませんが、絶対かどうかわかんないですよね。もう少しか、どうでしょうね。旅行は行かない方がいいと思うんですが。自信ないですね。僕だってちょっとね、うろ覚えですから。もしかしたらこれでもダメかもしれませんよね。エルフだったらあのカットでパンに見せてくれた。何が立ったんですか？フラグでしょ。テクヤ。何のことですか？そやちんちん。何言ってんの？
帝王の帝王が。帝王の帝王ってどういうことですか。これはあれでしょう。確認必要ない。どうしようね、これ。純って女の子なのに倉庫番してるけどムキムキなの？一応男の子ってね、あれでバイトしてますから、立場上。ちょっと気になってきたな。今さらっとネタバレしなかった？え？何が？ネタバレしたのは僕じゃないでしょ？はね、654個目さんでしょ？ねえ。僕がネタバレしたわけじゃないから。やめて。ていうか、それを知ってるってことは。てか、そこでネタバレしなかったって言ってる時点であれでしょ？ごめんなさい、すいません。じゃあ次から拾ってきますね。あなた、はぁ、突っ込むじゃないですかって。はい、657個目さんいらっしゃいませ。どうも、こんばんはです。勉強でいいか。バイトに来ればさすがに仲良くなれると思うんですがね。来るかなぁ。なんかもう一つぐらいフラグ必要とかじゃないですかね。越後製菓って何言ってんの。ピアキャロのおばに噛んで純くんのエッチしてたのは知ってるんです。そうなの。帝王を刺して私も死ぬ。お疲れ様。何言ってん。休日か。だんだんミナちゃんが可愛く見えてきたけど病院行った方がいいかな。さあ自己判断で言ってください。今は誰攻略中なの。木下ルミですよ。どうしようかね。ピアキャロ行った方がいいかね。店長とこれじゃあれかね。ダメだ。年長入院に行くと邪魔になるとお手伝い。いいの？せっかくの休みでしょ。開始2時間で攻略やらせてください。か出てきてないなんて。そうですね。今よお子さんに向かってダメだとか言わなかった。いや、陽子さんがダメとは言ってないですよ。ははこれくらい安い御用ですよ。いやだってアンケートで選ばれたんですもん。すいません涼子さん。ちょっと前に出てきたリナよりも10歳若い子が可愛いとか帝王さん言ってたよね。デイちゃんがやめようが私は今ヨーグルトを飲みます。文句ありますか。おばい期間では涼子さんとエッチしてたのに。そうなの。覚えてないけど。どうしよう。店長に会えないんだってあんまりいいね。大丈夫だと思うんですよ。やめてあげて。何をやめんの。で、これ旅行は行かない。ちょっと待って、どうどしましょう。小説版では葵さんと陽の階段で駅弁しまくってたな。そうなんですか。よく覚えてますね。ほう。じゃあ、どうしようかな。ジョギングと。
これだけ攻略が難しいということはそれだけエッチなシーンが出てくるんですね。だエッチシーンないって言ったはずですけど、言ってたこと聞こえなかった。期待してます。何言ってんの。パソコン版に差し替えます。パソコン版ですらなかったんですよ、自信。だけ体力すごいんだと当時思ってたわ。なんでそんな意地悪言うのブワ。意地悪言うのって言われてもね、甘えもって言っとかなくてね、言っとかなかったらね、後々バレてね、詐欺だとかね、僕に言われるかもしれないじゃないですか。そうならないようにね、前もって言ってんじゃん。日本中の期待を背負っとるのね。何が期待ですか。どうしよう。勉強でいこう。詐欺だなんて言いませんよ。そう。月収返せとは言いますけど。あ、ほら、ね、来た。手を舐めてもいい。何言ってんですか。はい、ゲストさん300ポイント広告ありがとうございます。週7でやらないニートとか甘えて、何ですか、別にいいんですよ。あれジョムさんじゃないですか、本店の。こんにちは。底辺の君出したか。あ、君になってね。底辺の君じゃないんですね。はは、今日はどうしたんですか。ええ、ちょっと店長さんに話があって、見かけは可愛い。今日は来ている。月曜は、出勤のはずです。ありがとう。それじゃまたね。ジムさんって、店長さんの知り合いかな？なんか、そんな素振りだったけど。今日はウェイターだ。早速着替えよう。これで多分攻略のフラグ的には大丈夫じゃない？早いな、もうこんな時間だ。わかんない。もう覚えてないですけど、なんかね、でも攻略難度一番高いって言うんだから、相当パラメータ高くしないとダメなんじゃないよね。本当にね、余計なことしないで。こんなに可愛いのにエッチしんないとか。ねえ。でもね、多分続編かなんかでね、多分ね、メインヒロインになってね、エッチシーンあるっぽいですから、興味ある人はそっちやったら。ねえ、今日もなんとか仕事さ、やり終えた。さてと、これで電話マンは今日は何か増えてかな。16日かデザートフェア、コミケ、ステマフルとかカクテルソフトの回しのか知らないですよ。ただ皆さんがね、そういう風に気になるからね、僕が教えただけでしょって話でしょ。はご提供はエッチなシーン期待していいですか。エッチなシーンはありませんよ。はい、691個目さんいらっしゃいません。多分今日はもうね、この時間じゃ終わんないでしょう。ああ、どうも、お疲れ様でした。これから食事に行くんだが、たまには一緒にどうだい？え、いいんですか？もちろんだよ。というか、でも高いんでしょ。君に紹介したい人がいて。さあ、いくらか知らない。そういえば、以前、店長さんの婚約者がどうとかって、でもどうでしょうね。中古だったら、安いんだよね。どうして用意してくれなかったんですか？さあ、それは僕に聞かないで、メーカーにあれして。スバンのピアキャロにもすぐあるからやろうと思えばいつでもできるけど、帝王の放送を見たいんだよ。そう、何言ってんですか。コアナファンがいてプレミアついてそう。そうなんかね。中古とかリスク叩き割るわ。どうなんでしょうね。遅いな。デイちゃんデバッグしてた時に文句言わなかったんですか。何ですよ、デバッグなんかしてませんよ。待ち合わせの人って以前お話ししていた婚約1枠最低1エッチって約束でしょ。どういうことですか。こっちだ。聞きそびれてしまった。まあいいか。へへ、お待たせ。まったく遅れてきて、それか。しょうがないやつだ。ああ、ルミさんじゃないですか。あれ、またなんだ、知り合いだったのか。以前本店の方へ行った時に書類をリュミさんに渡したんです。その時に少しお話をして。確かお昼にもあったよね。なんだ、そうだったのか。それじゃ改めて紹介するまでもないか。店長は頭と体の秘密おかしくないですかね。さあね、
店長の脇のあたりエッチじゃない？どこ脇？ああ、一度でいいからこういう場所で食事がしたいって言ってたろ？うん、ありがとう。ねえ、ルビもそのワイン飲みたい。いいでしょ？ダメだ。もうしばらくしたら二十歳だろ。それまでは我慢しろ。90年代アニメってなんでこんなに目が大きかったんだろうね。さあ、なんででしょう。そういうのが流行りだったんでしょう。なんかやっぱりどう考えても俺って間違いなくお邪魔なんじゃないかな。今更ながらついてくるんじゃなかったと後悔してしまう。蚊帳の外だよ、これじゃ。お腹空いてないの？食事が進んでないよ。大丈夫。ちゃんと食べてます。パクパク、モグ。ああ、美味しいですね、ここの食事。店長さん、ルミさんが以前お話ししていた婚約者ですか？こんな綺麗な女性とは思いませんでしたよ。ねえ。メガネのレンズが確かもうすぐ挙式なんですよね。お二人はすごくお似合いだと思います。傑作だな。何わろ。ねえ、何かおかしいこと言いましたか？もうできとるんでしょ。殴っていいですか？笑われとるぞ。ねえ。あ、すまない。言うのを忘れていたんだ。え？それじゃあ。私は木下ルミ。ユースケちゃんとは。笑。手を笑われてるぞ。ユースケちゃん。すまない。婚約者の話はしたが、妹の話はしていなかったからな。こっちこそ早とちりをしてすみませんでした。ねえ、お兄ちゃんと私店長で貝から殴ったら殺されそう、うん、そう、どうでしょうね。まあパッと見てこの女性がそうかなって。今日食事に誘ったのは訳があってね。訳？妹をよろしくって。実はね、私がどうしても会いたい。殴りたい。お願いします。変な汗でエアコンになったら。マジですか？そう。そうだったんですか？エロゲタと兄弟だろうとエロするんでしょ。お兄ちゃんね。でもしないから。私と自分にそっくりだなんて笑いながら話すもんだから、どんな人だろうって思って。おい、ルミ。底辺の君って何回見ても煽られてませんか？底辺の君を食事に誘ったって字面だけで笑える。わらわら施しかしら。わら。わらわら。そんなに店長さんに似てますか？こんな小顔なの？僕もっとでっかい。お兄ちゃんもね、昔の自分を見ているようだっていつも言ってるんだよ。ルミ、そこら辺で勘弁してくれ。ルミさんの方が一枚上手って感じですね、店長さん。君までなんてことを。この後3人でピアキャルトの話で大いに盛り上がり、楽しい食事の時間を過ごした。時折見せるルミさんのあどきない笑顔はとても優しくて親しみを感じた。何よりもみんなを楽しい気分にさせてくれた。店長さんの婚約者はルミさんじゃなかった。そのことになぜかほっとしてしまったのは気のせいだろうか。今日はとっても楽しかった。ははは、楽しかったし、食事も美味しかった。なんで徹夜も遅れてんの。さあ。お腹もいっぱいになっちゃったね。あはははは。はエッチゲームの自分語りってなんかうざいよね。わら。ね。あどけないって言葉。店長さん、今日はどうもごちそうさまでした。そう。なに、礼には及ばないよ。なんだ、どうしたんだ。ハンカチを忘れてきちゃった。俺が取ってきます。それどういうハンカチですか。なんだけど。仕方ないな、すぐに取ってきてやるよ。二人はそこで待っていてくれ。うん、ごめんね、お兄ちゃん。お、邪魔者が消えた。自分で取りに行け。まさか。何、二人になる口実で。
チュえグミちゃんわざと忘れたグミさんねえ、サクシー色を言うよね。お近づきの印。マジビッチじゃん。ビッチじゃん。お近づきの印でこんなことする子なの。ねえ。ねえ。顔出してよ。ぐいぐい来るね。ねえ、来ましたね。ルミ、忘れ物なんかないって言われたぞ。サクシーじゃん、本当だ。本当にわがに、なかったの。A ちゃんの嫌いなディテイ。よく見たらバッグの中に入ってたよ。ねえ、すごい、ぐいぐい来そう。まったく。いい加減にしてくれよ。そろそろお絵描きしないと。なんでですか。古賀彦、わら。どうしたんだい？ぼーっとして。あ、いや、なんでもありません。ぼ。今日はありがとう。今からホテル誘ってみよう。そうね。だいぶ遅くなってしまったが。電車は実作実できなかったよね。ね。おととい時間があればね、だからあれですけど。さ、さようなら。お元気で。はあ、ルミさんの唇、柔らかかったな。で、これで休憩。あとは多分普通にね、バイトで仲良くしてれば多分、あとはだからクリアまでにね、パラメータが上がりきるかどうかでしょうね。多分大丈夫だと思うんですがね。よし、今日も頑張るぞ。って言ったってね、電話番号知らんでしょう。あ、知ってんだ。でも、どうだったっけ？いや、多分そんな、ないですからね。多分そこは大丈夫だと思うんですが。ワンコールエッチ。多分そういうのなかった。電話しなくてよかったんじゃないかな。強いてるのは休みの日かね。いいんですよね。もう、どうしよう。電話を死なないで、12時、これでバイトに来るのかな、確か。まだ来ないんだっけ、電気明けだっけ。面白きことも泣きよう、面白く。何言ってんですか。おはよう。おはようございます、りょうこさん。今日の帰りに、スケジュールのことについて。帝王接客のバイトしたことある、はい、ないです。全くないですね。全部ウェターでいいって言ってましたもんね。はい、分かったわ。お疲れ。高難度ビチでエッチシーンなしってなんか新しいな。寿司屋のバイトもねえ、確かに。寿司屋のやりありませんよ。なんで寿司屋なの。寿司屋だって結構ねえね、職人なんてねえ、難易度高いでしょ。てか寿司屋接客っていいかな。司ちゃんも可愛いのよな。最近親以外と会話したのいつ。なんで親以外とさ。見た目一番可愛い。もう覚えてないですよ。そんなのいつですか。あ、やべえ、ちょ、間違えた。あ、やべえ、ちょっとまずい。まずい。ちょっと、どうしよう、しょうがない。ちょっと やらかしたから、ちょっと。ロードしますね。失礼。帝王握りうまいと思われたんか。さあ、どうなんでしょうね。餃子の皮包んでるからってこと。わからんけど。ここでリスナーと会話してるじゃん。こういうの会話って言うんですかね。まあ多分ね、あと20分じゃ今日終われないでしょうからね、ほどほどのとこで、
あれして、明日で多分ね、まあ、最後までいけるでしょうから。明日でエンディング行く感じですかね。どっか切り抜いところで。お絵かき。終わりにしましょうか。終われないならお絵かき時間取ってください。そう、もうちょっとしたらね、せめて15分超えたら、あれでもいいんですけど。ケイちゃんはどの子が一番好みなの？違う、そんなにお絵かき皆さんしたいの。ルート確定した？僕はだからね、もう攻略したメインヒロインですね。日の森あずさですよ。ルートは多分大丈夫じゃないね。帝王はあずさって言ってた。イベントね、イベント起きたから。これで。ピアキャロになってからエッチな絵が多いから嬉しい。そう。そこまで言って、このゲームそんなにエッチね、エッチな画像。そこまでね、エッチな画像ないでしょ。親知らずのタイプは、あずさとともみと近さはダメ。あずさとと、なんでだろう。ともみって誰でしたっけ。どうしようか。ステータスアップに勤しみましょうか。令和生まれの私には十分刺激的です。そう。電話出るかね。ちょっと電話してみましょうか。リムさんと話をしたいけど、でも番号はわからないな。あ、ダメなんだ。やっぱ電話はダメだから。ねえ、ひたすらこの間は、体力アップに、電話しなきゃなんだ。勉強。お店行っても、お店も休みですもんね。このステータスアップね、15日まで終わったらあれしましょうか。今日は早いですが、ピアキャロ終わりましょう。とにかくそれまで、ステータスアップだけ心を開けて、ステータスと似てますか？どうでしょうね。とか僕容姿低いし、ねえ、でも僕ねえ体力も根性もありませんからね。これ帰ってきたあれだっけ？で、不要はマックス企画まであるかも。何言ってんね、そうなの。悲しいな。ね、なんだこれ、ガチャ？はい、もしもし、底辺のです。もしもし。ああ、どうでもいい。じゃあ多分ここでセーブすればまあちょうどいいでしょう。じゃあちょっと早いですが、今日のピアキャロットへようこそ2の配信はじゃあここで終了とさせていただきます。